さあ始まりましたカッサンチャンネルです。今日はですね ZXR250 の動画になります。今ちょっとね並べてるんですけども、さあそれでは ZXR やっていきます。まずタンクを外さないといけません。なのでもう、いや、なんやろうな、やっぱり、作りが、まあ、慣れてるんかな。やっぱり、最新型の ZX、ちょっと開けようかな思ったんですけど、はい、ちょっと、無理。ここ、怖いっすね。どう思いますか？僕、キャブの方がなんかもう、元通り決める気せんくて怖いっすわ。ああ、いや、キャブの方が、もう、これも、プロでも直されへんっていう、ダウンドラフトっていう、はいはいはい、もう、手こずるキャブで。これが直せたらもうこれだけ仕事できるっていうぐらいの、はい、できるんですね。だ僕いや無事できないですよ。だ僕が尊敬するすごい人ももう手こずって手こずってだから思うのがなんかプロやから刺さってできるわけじゃないんだな。結局プロの人も何回も開けて何回もやり直して結局何回もやってるんだなって感じが。昨日南海部品で買った、この118と120これをですねここに入れ替えます。で今現在ですね122と125が入ってるんでこれを変えて一気に激減させたいと思います。もったいない。しかも純正ので、この真ん中を2つをこの120に変えます。5番下げですね。5番下げで122が入ってたところこの122を118にします。はい、ようやく着きました。ちょっとアクセルね右と左間違ったりとかちょっといろいろあったんですけど、今回ですねスポンジ入れます。これ前回スポンジ入れてなくてあの状態やったんで、はい、まあ番手はねだいぶ変わったんですけどその分まあスポンジも入れることで帳尻合うかなと、はい、まあ、悪くないんですけど今日ジョンマンに来てもらってっていうか偶然来て仮に代わりに乗ってみてって乗ってもらったら一応やっぱ1万2000以上回らないってことでスポンジ取りました。スポンジを取ってで空気の量を多くしてちょっと調整してみます。じゃあちょっとジョンマンにテストライダーしてもらいます。僕はちょっと今から別のことします。今からダックスです。今日 NSR もね来てくれたんで懐かしいのが、はい、ダックスですね。このフロントの、鍵がですねまあ、なかったということで純正これいくらしたんです。7000円ぐらいした。7000円してそれ今つけました。それとこれですね、ヘルメットホルダー、これいくらですか。いやもうセットで、あセットセットで、あこのヘルメットホルダーと前の鍵セットで7000円、はい、7000円。 ST50 の皆さんこれです。番号ステップ、ね、タンデムステップつけました。2人乗りするべくね後ろやっぱオーナーさんは後ろを取った方が可愛い。高校生の頃思い出すんちゃいます。まあかっこいい。2000回転までのスピードはほんまにありますね。
それはほんまに気持ちいい。低速のスピードがもうほんまにありますね。もう最高に気持ちいい。なるほどね。おい、だからまあこの辺のいろんなことをないまぜにいろいろ考えて、まあ ZX25R がね買ったんですけど、なんかね好調の ZX250 のキャブの中古欲しいっすね。間違いなく D 型のキャブが欲しい。そうそう、なんかセンサーみたいなのがついてるついてないがもうあるだけでだいたい違うなっていうのがあるんですよ、キャブの横の。十分早いんですけどね。気持ちよく走りますね。あ、しまった、今右やった。ほんまにね、そうそうそう、低速をめちゃくちゃ元気っすね。すっごい調子いいって言ってもええぐらい調子いい。お腹いっぱいや、食べ過ぎた、後悔してる。今俺非常に後悔してる。はあ、食べ過ぎて何もやる気がなくなってきた。ただこのバイクがある程度走ることは分かった。じゃあね、気ぃつけて。まあ俺が気ぃつけなあかんかもな。うん。めっちゃええ音する。最高じゃん。チェックいきます。ちょっと一つの仮説が生まれたんですけど、もともとこれね115ぐらいのもっと薄いメインジェット入ってたんですね。それで130ぐらい出てたって話あるんですよ。だこれでちょっとね一回無理やりやったらどうなるか。全然出るやん。引っ張ればね。はあ、出るね。これ出るね。これ出るね。1万2000回転以上回りますね。これもうちょっとメインジェット絞ったら行くんちゃうかな。ということで、もうあのポテンシャルは分かったんで、あの薄くする方向性でこれはあの間違ってないですね。はい、メインジェットを下げたことによって仮説が一つ証明されました。
1万4、5ロス。結構セッティング出てると思う。1万2千回転までしか出えへんと思ってたけど、夜のテストランで確認したらもっと回ることが確認できたな。これちょっともう答え出ちゃったかな。めちゃくちゃ面白いバイクに激変してます。 ZXR やばいです。やばいっす、むっちゃやばいっす。音もええし、これね最高っすよ。遜色ないね、遜色ない。このキャブの方がねよりこうなんて言ったらいいんかな、あの生きてるって感じなんですよね。そうそう、キャブの方が生きてるって感じめっちゃします。はいはいはい、なるほどね。